お疲れ様あ、鈴木さんこれ得意先でいただいたケーキ適当に切ってみんなに配っておいてえー、なんで私今締め切り仕事で忙しいんだけどなんかいつもこういう役割回ってくるんだよね他に女子社員いないから仕方ないんだけどあ山田くん。 車に備品がいっぱい入ってるんだよ。重たいし何往復もしないといけないから若い君に力仕事頼むよ。えなんで僕若いからって雑用ばっかり押しつけられていつもこういうことで時間かかって結局残業になっちゃうんだよな。勘弁してよ。まあ新人だし仕方ないか。ただいま。ああ疲れた。そうそう。 なんかうちの親、しばらく通院必要なんだって。これから週に2回送り迎え頼むよ。え私も毎日仕事あるんだけど、あなた行けないのちょっと待ってよ。俺の方が稼いでるんだから、その分君が嫁の役割果たしてよ。うーん、立場的に仕方ないの。それかさ。俺、今の仕事、ちょっと体力的に大変でさ。 仕事セーブして働くのを週3とかにしてもいい君が稼いでくれれば親の面倒を見れるさ。え、それは、ちょっと。あなた大黒柱なんだからしっかり稼いできてもらわなきゃ。ま、そうだよね。はいはい。男だし仕方ないね。頑張って働いて家族を支えますよ。うん。頼りにしてるよ。 こんにちは株式会社リソースフルの明子です今日は私たちの持つアンコンシャスバイアスについて一緒に考えていきましょうさてあなたは職場や家庭やサークルなど自分の所属するコミュニティでの自分の役割を意識したことはありますか自ら進んで役割を果たしていますか求められる役割に不満や違和感を持っていますか そそれれととももも毎日忙ししすぎて、んんななことを考える暇もないかもしれませんね。アンコンシャスバイアスについて知ることで自分がどんな役割を引き受けるのか果たしていくのかについて良い選択ができるようになりますあなたにとってより良い日々に役立てるために一緒に学んでいきましょうアンコンシャスバイアスとは無意識の偏見 思い込みのことです。自分では気づかないまま物事の見方が偏った状態になっていることをこう呼びます。何かを見たり聞いたりしたとき、〇〇だからバツバツだろうと連想、判断することはありませんかよくある例としては、A 型だから真面目だろう。お年寄りだからパソコンは苦手だろう。女性だから 細やかな気配りができるだろう。このようなものが挙げられます。物事の一面だけしか見ていないという点では偏っているとも言えますね。効率よく物事を処理するための思考のショートカット機能で誰にでもあるものなのであること自体が悪いということではありません。このアンコンシャスバイアス、どんな連想をするかは、 これまでその人が経験したことを元にしているので、人それぞれに異なります。例えば、子供の頃に犬に噛まれて怖い思いをした人は、その後も犬を見るたびに、とっさに犬は怖いというイメージを持ち続ける一方、飼い犬をずっと可愛がって、いい思い出がたくさんある人は、犬を見るたびに可愛いな、楽しいなというイメージを持つことでしょう。このように、 物の見方、感じ方は人それぞれに違いがあるにもかかわらず、自分の思い込みに無自覚でいると、自分の考えにこだわりすぎてしまったり、他の人に自分の考えを押し付けてしまうなどの悪影響を及ぼすので注意が必要です。また、〇〇だからバツバツだろうというアンコンシャスバイアスは、周囲に向かってだけではなく自分自身にも向けられ、 悪い影響を及ぼすことがあります。冒頭のシーンを思い出してください。登場人物はすべてアンコンシャスバイアスの影響にあったことはお分かりでしょうか職場のシーンでは女性だから、若い男性だからとお菓子配りや力仕事、雑用を振る男性と仕方ないと受け入れてしまっている男性と女性がいましたね。また家庭のシーンでは 自分の方が稼いでいるからと、妻に自分の親の面倒を頼む夫と、収入の差や立場から仕方ないと考える妻。大黒柱だからしっかり稼いでという妻と、男だから仕方がないと受け入れる夫がいました。相手は〇〇だから罰罰すべきだという相手へのアンコンシャスバイアスとともに、自分は〇〇だから罰罰すべき。 という自分へのアンコンシャスバイアスがあったこともお分かりいただけたのではないでしょうか。このようにアンコンシャスバイアスは自分自身に向き、無意識にやりたいことを我慢したり、やりたくない役割を引き受けてしまったり、べきという言葉になって自分を縛ったりすることもあるのです。令和4年内閣府の 性別による無意識の思い込みに関する調査研究によると、女性は女性らしい感性がある。育児期間中は重要な仕事はすべきではない。結婚によって経済的に安定を得る方がいい。など、女性は家庭での役割を中心に担っていくものだという思い込みが根強くある一方、男性は仕事をして家計を支えるべきだ。 共働きでも男性は家庭よりも仕事を優先するべきだ。リーダーや大きな仕事は男性がやる方がいい。との思い込みも全体的に強いことが明らかになっています。そして、直接または間接的に自分に性別役割を感じさせた人として、両親のほか、親戚や職場の上司などが挙げられています。 また、人から性別に基づく役割や思い込みを決めつけられた経験は、男性よりも女性の方が多く、特に家事、育児は女性がするべきだと人から言われたり態度で示された経験がある女性は40%に上っています。子供の頃、親や親戚、先生など周囲の大人から、男の子だったとしたら、 男なのに泣き言を言うんじゃない。強くなりなさい。一生懸命勉強して、いい学校へ入りなさい。女の子だったとしたら、家のお手伝いをして偉いね。いいお嫁さんになれるね。結婚しても両立できる資格を取った方がいいよ。なんて言われたりした経験がある方もいらっしゃるかもしれませんね。あるいは、長男だから、長女だからという役割を 与えられたこともあったかもしれませんね。あなた自身のことを思い返したとき、誰からどんな影響を受けてきましたか周囲の方からあなたに、良かれと思って伝えてくれたのかもしれません。でもそのメッセージが、べきとなって不自由を生んでいたとしたら残念ですね。また、冒頭のシーンで挙げられていた、 女性や新人だから雑用。男性だから大黒柱。などの考え方は本当に絶対の正解でしょうかもちろんこのように考える方はいらっしゃるでしょうが、もし時代や文化や世代が変われば非常識な考えとなってしまうかもしれません。また、誰かにとっては心地よくても、別の誰かにとっては苦しいことであるかもしれません。 あなたにとってはいかか。がでしょうかこういったまるだから××というアンコンシャスバイアスたとえ根拠がなくても「私は新人だからどんな仕事も頑張ろう」「彼は努力家だからうまくいくだろう」こんなふうに自分を勇気づけたりプラスの影響を及ぼす思い込みだったらいいのですが 〇〇だからバツすべき仕方がないとネガティブな状態を生むものであれば変えていきたいですよね。〇〇だからバツすべきこれらはその人がこれまでの人生でインプットしてきたアンコンシャスバイアスだということはもうお分かりでしょう。そして誰かにとって正解であったとしても誰にでも共通の心理ではありません。 あなたがその考えを採用するかどうかは、あなた自身が決めていいのです。さて、子供と違って大人のいいところは何でしょうそれは自分で自分を再教育できることです。これまで身につけてきた〇〇だからバツバツ。あなたの楽しい毎日の役に立っていますか幸せな未来を作るのに役立っていますか もし自分の役に立たないのかもと気づいたら、その考えは手放していきましょう。自分の役に立つ〇〇だから××を自分で選ぶことは今からでも遅くありません。そうは言っても、普及には難しいと感じる方もいらっしゃるかもしれませんね。そんな時は、〇〇だから××ではなく、 〇〇だけど、バツバツを楽しく実現している人を探してみてください。男性だけど、女性だけど、結婚しているけれど、若いけれど、あなたがもし無理だと思っていることがあったとしても、それを楽しく実現している人はきっといます。そんな事例を少しずつ探してみてください。そして、 いろいろな人と話をしてみてください。異なる背景を持つ人との交流できっとあなたのアンコンシャスバイアスも変化していくことでしょう。最後にストレスとアンコンシャスバイアスについてお伝えします。自分の中のこうすべきという声に大変さや苦しさを感じることがあったら思い出してください。私たちの体は、 ストレスから身を守るための機能を備えています。例えば、とても忙しかったり、疲れていたり、人間関係が悪化したりなどで、ストレスにさらされると、自分の身を守るためのスイッチが入るのです。そして、ストレスホルモンの影響によって視野が狭くなり、冷静な判断や客観的な考えができにくくなります。こうして、自分のこうすべき、 というアンコンシャスバイアスの影響をさらに強く受けることになるのです。そんな方に多いのが、休むことは悪いこと、周りと同じようにしなくてはいけない、自分さえ我慢すればいい、などのアンコンシャスバイアスだったりします。こんな時は少し立ち止まってみることをお勧めします。日々を頑張りすぎているサインなのかもしれません。そして、 視点を変えてこう考えてみてください。大切な友人が疲れていたら、私だったらなんて言うだろう。私を大切にしてくれるあの人だったら、なんて言ってくれるだろう。そしてその言葉をどうかあなた自身へかけてあげてほしいと思います。私たちが目指す男女共同参画社会は、 性別にかかわらず個人のやりたいが尊重される社会ですそしてこのような社会は待っていれば出来上がるのではなくあなた自身もその担い手なのです男だから女だからではなく自分の目的をまっすぐに叶えるための選択を誰もがしていける社会はとても自由で明るい社会だと思いませんかどのような役割分担をするにせよ あなたが納得し、自分で選んだものであってほしいと思います。そして、家族や友人、組織の仲間と、このような考え方を共有していきませんか良い選択をし続けることで、あなた自身が納得、満足できるライフスタイルを送り続けることができるよう応援しています。ありがとうございました。